ジャンゴは Python で実装された Web アプリケーションフレームワーク MVC デザインパターンに緩やかに従うもともとはアメリカ合衆国カンザス州ローレンスにあるワールドカンパニーのためにニュース系のサイトを管理する目的で開発され2005年7月に BSD ライセンスで公式にリリースされたフレームワークはジップシースウィングのギタリストである ジャンゴラインハルトにちなんで命名された。ジャンゴの第一の目的は、複雑なデータベース主体のウェブサイトの構築を簡単にすることであり、コンポーネントの再利用性とプラグビリティ、素早い開発、ドントリピートユアセルフの原則に力点を置いている。ファイルやデータのモデルに至るまで、バイソンは一貫して用いられている。ジャンゴはまた、動的に生成され、データモデルの定義を通じて、 完全に構成することができるデータベース管理、クラッドインターフェースをオプションで提供する。Python 3系統には Jango 1.5バージョンで実験的に対応し Jango 1.6より本格的に対応した。Python 2系統への対応はバージョン1.11が最後となり2.0で Python 3.24以降2.1で Python 3.5以降に のみの対応となった。ジャンゴを使用している有名なサイトには、PBS、Instagram、Modzilla、The Washington Times、d i s c u s Bitbucket、Bit NextDoll などがある。ジャンゴフレームワークのコア部分は、データモデルと関係データベースとの間を仲介する、O, r マッパー、正規表現に基づく URL ディスパッチャー、容器を処理する、ビューシステム、 テンプレートシステムから構成される。その他、下記のものがコアのフレームワークに含まれる。ジャンゴの公式配布物は、コントリブパッケージ内に多数のアプリケーションを含んでいる。ジャンゴは、アパッチにでもっと d p y t h o n を使って、あるいは、任意のホ保ギー準拠の Web サーバーで動作させることができる。ナギンクスと、ウワズギーでも動作が可能となっている。ジャンゴは、 ファステクギーサーバーを起動することができ、ファステクギーをサポートする任意のウェブサーバーのバックエンドで使用することができる。以下のデータベースが Jango での使用を公式にサポートされている。サードパーティーから Microsoft SQL サーバー用のアダプター Jango、MSSQL、IBM d b に用のアダプター IBM DB に加え SAPSQLA n y w h e r e ODBC、SAP SQL ファイヤーバードへのアダプターも提供されている。ザ・ジャンゴブックは、ジャンゴについての GNU フリードキュメンテーション、ライセンスでライセンスされたフリーの書籍である。2007年12月、A プレスによって出版された。書籍は http コロンスラッシュスラッシュ www.djangobok.com スラッシュで入手できる。ありがとうございます。